はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲルです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日は大滝の山の中に来ております。結構みんなでやるとあれ全然うまくいかなくて、このメンツですからね、わかると思いますが、戦績探しですということで、よろしくお願いします。先日の骨折からだいたいどれぐらいだ、まだ1ヶ月経ってないんでね、実はまだ骨がつながっていないんですが、中にピンが入った状態なんですけどね、今日はだから絶対こけるわけにはいかないので、なるべく注意深く皆さんのお荷物になりながら行こうと思います。さすがに今これ腕体重かけたらまた離れてしまう。ポキっていうか、まだつながってないからポキも何もないですね。だから反対も持って、そしたら何も動けなくなっちゃうじゃないですか。看護婦さんにお世話してもらえるじゃないですか。朝からヤクモジョークが、ね、使えないんで食べさせてくださいって。それは楽しいプレイかもしれない。何のプレイなのかな。今までこういうの随分だいたい右手使ってね支えてたんでね、ちょっと左だとやりづらいですね。だけど間違ってもこけて右手をついてはいけない。以前もこの辺り来たんですけどね、なんとなくその時はみんなやる気起きなかったのかな。ただね、この先でだいぶ発見させたので、今回皆さんちょっと気合が違いますね。さあ、野田さんがもう気合入ってますよ。私は4匹の猟犬の後からついていくだけです。あったさんも頑張って4匹目の猟犬として。猟犬の飼い主やってます。猟犬の飼い主うわ、怖えな。ちょっと、うん、もう勢いよく行っちゃったかよ、こうやと。いや、勢いよく。今日は絶対僕はこけるわけにはいかない。あ、どうぞ。いや、背中押す係がいない。何言ってんすか。本当に右側にいっぱいなんか木あるのにさ、今日こういう時に限って左になんかギリのとこしかないのね。あ、やべえ。いや、そうすると今度は杖で手が埋まっちゃうから。うん、うわー、すとんだ。あった。今日は入りません。1億2000万の人が待ってるのに。何言ってんですか。ここはノーロープだよ。ここでも足かけたあれになってるね。大丈夫ですよ、ノーロープ。パパゲーの最後を待ってるのに。さあ、今日は赤いおじさんになってるヤクモさんが気合十分ですね。あ、ヤクモさんが折り始めて、おしまい。今日湿ってる。雨降ったばっかりだからね。おお。ほな、行ってきまーす。はい、行ってらっしゃい。このぐらいできないとね、うちのエースにはなれないよ。前回は一応僕も降りたんですよ。ロープありだけど、今回はさすがに無理です。なんで？ちょっとね、300人号この下に5個あるんですけどね。さすがにちょっとね、あの片手だとね、あのっていうか大体ね、片手でいけるんですけど、本当はだけど右左手使っていかなきゃなんないんでね、左手だけだとちょっとね、多分怖いんでやめます。僕は今日は尾根の上でお留守番です。尾根松健さん、どうやらそこら辺そのままね、ひたすら頑張って降りていくと、もうちょっと左だったかな。こっちの方らしいんだけど。今日はね、ライトの紹介です。ね、このカタパルトミニなんですけど、トランシーバーで言ってみて。な、大滝のキャラクターはオタッキーみたいね。え、マジっすか。なんかそんなの町役場のあのあそこにいたよ。あ、そうなんですか。うん、違ったかな。ここら辺とかにスッとかって入れてね、持ち運んで穴があったぞって時はと言ってるうちに、あそこに穴があるんですよ。ちょっと見てみましょう。これはダメでしたね。
ちょっと光絞っちゃうからどうかなって思ったんだけど、よっこいしょ。ああこれでもな、足場があるといやあるんだけど怖いな。高巻きしようかな。ということでね、結局2人だけはお寺です。怖いおじさんたちはなんかね、新しい縦穴の上とか見つけたみたいなんですけどね。もう坊主ですね。やっぱね、右手が使えないっていうか片手使えないのはね怖いですね。あの普段だったら右手掴んで左手掴んでとかってこんな感じでいけるんですけどね、なんかねやっぱり、ね、左手しか使えないって分かってるとね、なんていうのかな、こう例えば行きは OK でも帰りダメとかね、そう帰りは大丈夫だろうけど行きダメだ、行けねえやとかってそんな感じのところがね、ちょこちょこありました。ということで皆さん骨折には注意しようという感じでございます。これサブチャンネタだな。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。これだけではあまりにも中身がなさすぎますので、前回探索時の模様の中からまだ未公開のものを少し紹介します。まず先ほど登場した建子ですね。ここを降りると観測室のような部屋がありました。さらに下の階層に伸びる穴までありました。さすがにそれはちょっと恐ろしかったんですけどね。それからさらにその地下壕の下にまた別の巨大な地下壕がありました。記録によればこの付近に将兵300人を収容できる規模の地下壕を建設したということになっているそうで、ひょっとしたらこの地下壕がそれもしくはその一部なのではないかと現在のところ推測しています。また先ほどのものとは別の建坑、これは一度ショート動画で紹介しましたが、10メートルあろうかという巨大なものがありました。まあこれはね、落ちたら大怪我どころでは済まないんじゃないかというね、恐ろしいものですね。これらの模様もいずれご紹介したいと思いますので、今しばらくお待ちくださいませ。ということで今回の動画これで本当におしまいです。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。